今井博之は、日本、長野県品野町出身の元、クロスカントリースキー選手、指導者。1990年代から2000年代前半に、かけて国内外で活躍した。8歳でスキーを始め、長野県長野吉田高等学校時代までは、陸上とスキーを掛け持ちしていた。その後中央大学に進学、卒業後は、NTT 東日本長野に所属した。 冬季オリンピックには、1992年のアルベルビルオリンピックから4大会連続出場、1998年地元開催の長野オリンピックではリレーで、日本クロスカントリースキー史上初の入賞が、ドーピング違反で、金メダル剥奪となり6位に繰り上がった。ノルディックスキー世界選手権には1993年から6大会連続出場、2003年、 ノルディックスキー世界選手権では 50km フリーで男子長距離史上最高位となる9位となった。国内では全日本選手権で3年連続4冠となるなど個人通算25勝を記録した。2006年のトリノオリンピックの代表からは外れてオリンピック後大会連続出場はならなかった。2005から6年シーズン終了後、現役を引退した。 ありがとうございます。